俺が死に神だよ。ごめん、ほんまに申し訳ない。タケル正明なら倒しきる。もうめちゃくちゃ痛いっす。ローで消えます。もうバチバチに盛り上げます。絶対勝ちます。はい、ありがとう。ライズ K1 大光戦、スーパーライト級田中勇樹 VS 斉藤光也。東京体育館で行われていますライズエルドラド2024。今年の両団体がぶつかり合います。ライズ K1 対抗戦、これが初戦になります。まずはコーナー、平崎レッグフェアテックス昨日は斉藤光也、現在3連勝中です。ここまで戦績は8戦して7勝1敗、7勝のうち4つの KO が含まれています。ライズのリングに殴り込み、まずは青コーナー、斉藤光也が入ってきました。今年の1月1日、能登地震が発災、被災した石川、能登に少しでもニュースと希望を届けたい。石川県かほく郡出身です。現在8戦7勝1敗、その1敗は不戦敗ですから実質負けがありません。赤コーナーから田中勇樹が入ってきました。以外の掴みが反則になりましたね。はい、グローバーシュ、はい、このいよいよ今年も対抗戦、はい、両団体がぶつかり合うという試合ですね。より盛り上がりますよね。さあ第1ラウンドが始まりました。ライズ K1 対抗戦のまず初戦です。カズマさん、185センチの斉藤、それから田中が174センチというところで身長差ありますね。そうですね、光也選手は蹴りで主体で作っていくと思うんで、勇樹選手はどれだけその蹴りをかいくぐってパンチ打てるかというところが勝負になると思います。足嫌やぞ。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。ラッシュ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 、という中でこの中心から前蹴りの顔面に届いていきます。光也選手ってあのロープを背負うじゃないですか、あそこから懐深いんですよ。しっかりロープを背負って、はい、で頭下げるんですよね。なんで届かないんですよ、意外と背負ってても。そうなんですか。でそこからパンチのストレートの連打打ったりとかしてくるんで、おー、あー、止めてきたぞ。勇樹選手焦んない方がいいですよ、ここ。そうですね、ちょっと遠いですね。あ、遠いですか。ガード固めてあのままロールいいと思います。まだまだ序盤なんで、はい、だこっから強いんですよね。こうやって背負ってても全然苦にしないんで、はいはい、あー、ボディー、ボディー、おい、ボディがやっぱ分岐点になりましたね。これが対抗戦ですね。いいっすね。白熱してますね。いいいいいい、おもろい、おもろい、めっちゃ面白い、急におもろい。急に普通に盛り上がってもうた。果たしてどういう展開になってくるのか。あ、カーフもいいですね。アップを蹴っていくのは田中勇樹です。あ、ここでまた膝が入った。あのストレートがすごいですよ、小谷選手が。さあ、赤コーナーに近くだ。先にダウンを取られたのは田中。ナイス K1
対抗戦初戦になっている斉藤光也対田中幸の一戦、またもう1位に田中幸の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 試合してんだ。相手選手強いですね。斉藤選手強い。いい試合でした。いい試合。素晴らしい。すごに這い上がって必ず絶対王者になるんで、もうそこまで皆さんに応援してもらいたいなって思います。ライブの皆さん、こんにちは。 K-1 の斉藤大です。第1試合目だったんでね、普通の試合しても絶対インパクト残んないと思ったんで、田中選手とね、こういうバチバチの打ち合いできて本当に良かったです。田中選手ありがとうございました。今日あと4試合あるんですけど、4試合全部 K-1 がいただきます。ありがとうございました。メダルです。これがミラサクレッドメダルです。カーフマジで効きました。マジで効いた。あ、座って。やばい。あーめっちゃ痛い。1回目が覚えてて、2回目がなんか覚えてなくて、覚えてないか。俺多分あれ残り20秒とかあったら終わってました。ダウンして立ったらダッキー残り3秒だって。それでもう早く逃げよう逃げよう、それだけしか覚えてないです。もう彼の打たれ強さと気持ちの強さは本物なんで。ゾンビ斉藤です。ゾンビ斉藤。これから巨人じゃなくて、無敵ゾンビ斉藤。最後の1試合目盛り上げましたよね、さすがに。完璧ですよね、つかみ完璧ですよね。池田選手、頑張ってください。斉藤、頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。今回、対抗戦のまず一番最初でしたけど、その辺ってプレッシャーというか、そういうのはありましたか？まあ、プレッシャーというのはなかったですね。自分では有名になるチャンスだなと思ったんで、それをつかめたんで良かったです。もう宮田さん、K-1 のスーパーライト級の田辺とお願いします。頑張ります。それかタイトルマッチクラッシュのお願いします。これ絶対使ってください。宮田さんにお願いします。まあ、対抗戦ってことでライズ代表として戦うプレッシャーはかかるんですけど、僕はそういう舞台がすごい好きなんで、明日しっかり思い切って戦っていこうと思ってます。お疲れ様です。お疲れ様です。対抗戦初っすよね。はい、初っすよ。いつも違いますか？いや、でもそんな気にしないです。もうやることは一緒なんで、その K-1 の方が強いよっていうのを見せたいなって。ライズ K-1 対抗戦、ライト級ヒュー VS リュウカ。ライズ K-1 対抗戦2戦目、1戦目で勝利した K-1、 その流れをしっかりと受け継ぐことができるでしょうか。今日は21歳同士ホーム対決になります。まずは青コーナー、リュウカリングインです。空手 JFKO 全日本フルコンタクト空手選手権で優勝、2023年ライズルーキーオブザイヤーを獲得しました。赤コーナーからライズライト級11位ヒューリングインです。でアグレッシブにお願いします。はい、今度でラウンワン。はい、そのリュウカは前の
試合は去年の11月だったんですが、その時には日本で KO 勝利を挙げています。あ、ここは前に9が行きました。ただしっかり返してくる龍華です。このターンですね。9君が安定してます。ジャブだったりとか対応できると、おー、ナイス。さあ、ここは距離を詰めていく。前に出てくるユウ。ただプレッシャーをかけて追い詰めていく。ユウ今の聞きましたね。距離を詰めていく。そして膝、おーい、おーい、ナイスナイス、おーい、おーい、ナイスナイス。ユウタですよ。リュウがここだぞ。これユウタ、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 第3ラウンド、ここで第3ラウンド終了。これより試合終了。これよりジャッジの集計を行います。赤9、ジャッジ和田30対29、赤9。以上3対0の判定をもちまして、勝者ヒュー、ウィナーヒュまあなんかね、正直、まあ、ちょっと厳しいこと言うんだったら、いいとこを最後勝ったら悪いとこが多く出ちゃったんですよ。今回練習の時できてた内容ができなかったものがあれば、あ、できてた内容は。ただね、あんま相手のこととかあんま褒めたくないけどね、徹底してたっすね、相手もね、いい選手、いい選手。やっぱり K-1 代表として今日出させてもらって、K-1 のファンの人とかを裏切るような形になってしまったんで、こう勝ちをちゃんと積み重ねて、いつかまた呼ばれるようにしたいなと思います。さあ、宮城さん、これでライズ K-1は1勝1敗、はい、いかがですか。いやー、いい分に戻しましたね。いい分ですね、はい、なんかヒヤヒヤしますね。ヒヤヒヤしながら、いや、これ見てる人は勝つのたまんないでしょうね、はい、たまんないですね。もうこの後の3試合もどうなるか分かんないですから、自分も。はい、初の KO 負けも新章はここから。やっぱり聞いたかったよ。なんかもっといけると思ったんですけど、やっぱり龍華選手ちょっと強かったですね。やっぱりカーフもちょっと効いたふりすると思ったんですけど、全然そんな身振りも見せへんかったから。ありがとうございました。まあ勝つっていう強さは僕にはあるんですけど、まだプロとしてみんなを盛り上げるっていう仕事はできてないので、それできるようにまたしっかり練習して、ここ戻ってきます。ありがとうございました。池田さん、対抗戦も慣れました。対抗戦も慣れましたよ。なめんじゃねえよって見せたいなと思います。いや、いい会場でバクバクっすね。結構勝つ予想多いですけど、はい、もしかしたらミスるかもって誰かが言ったんですか。うん、まあね、確かにミスるかも。前回あるんで、そうですね、ちょっとミスるかもしれないですけど、逆に面白いっていいんじゃないかなと思うので、まあもらうか完封するか多分二択だと思うので、まあ楽しみにしてもらえたら。ライズ K-1 対抗戦、スーパーフライ級花岡龍 VS 池田浩二。本日の第9試合、ライズ K-1 対抗戦3戦目、 K-1 から再びこの男がライズのリングに乗り込んできました。今回は K-1 選手として K-1 のアグレッシブスタイルでいくと話していました。
ライズ2連勝なるか。クラッシュバンタム級王者、青コーナー池田浩司リングインです。平成最後の怪物、橋本道場に移籍してから驚異の成長を遂げてきました。抜擢された限りには勝つ。赤コーナーからライズ代表花岡龍リングインです。自分たち話して攻撃続行してください。いいですか？どっちが強いか決めろ。はい、頑張れ。ラウンドワン。スピードはやっぱ花岡選手の方がありそうですね。そうですね、あの反応速度だったりとか池田選手が出るタイミングでパッと半歩下がったりとかっていうのは距離の外し方も上手いなと思います。そのあたりって距離も花岡選手ちょっと半減マジでも膝あったじゃないですか。あれマジで一個危なかったね、あの膝だけあれ俺またやるのみたいな。膝もらってなんか目が覚めたというか、まあ、いつもの悪い癖なんですけど、もらわないとちょっとふわふわしちゃうっていう、まあ、でもそこからはよく見えました。花岡選手のペースになってきましたね、はい、パンチも出てきて回転力上がって、うん、そうですね、花岡選手。さあここでプレッシャーかけて池田が前に出ていきます。ここで第2ラウンド終了です。相手何本見えてるか分かった。スピードも下がったのポカしてないです。右だけ、右と膝、膝一発危ないなんて、はい、あれだけ気をつけて。あれマジ危ない、あれだけ気をつけて。なんかそのまとめるかもしれない。ただやっぱスピードある花岡選手、やっぱ回転力でステップ使って距離しっかり取ってと思う。あー、これ入った入った、おいー、ひだ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 、落ち着いて落ち着いて、ここから行け、おいしょ、効いてる効いてる、カウンターが入りました。あのカーブジャブであんな効く、まあ、タイミングが相手が前ちょうど出てきたところ刺したって感じなんで、はい、ナイス、おー、効いた効いた、ちょっとついてきてない感じありますね、池田選手が。できました。ここ危ないですね、ここ下げないことですね。このロビが下げちゃうんですよ。はい、思うように自分の攻撃当てさせてもらえず、逆にもらっちゃって聞かされちゃってっていう感じだったんで、全て今上回られてる感じでした。人としてなんか熱い男、最後までやっぱ出てきてたんで、そのもう最後はちょっとノーガードで打ち合いとかやったんですけど、なんか本当それを誘って乗っちゃうぐらいやっぱ向こうも気持ちのいい選手でした。選手の終了、これよりジャッジの終了を行います。ジャッジ長瀬30対27、赤花岡、以上3対0の判定を持ちまして、判定の結果3対0で大豆花岡流の勝利ということになりました。
手の方が強かったから、単純に今回は俺とも、うまく突破口を見出せないし、相手がパパン速くて、どんどんあとジャブで、ジャブで全部もう一回ね、ジャブで一回グワッてなったんですよ。あれから崩れてから、そこからっていうか、そこからもうちょっと意識が飛んでるのかわかんないけど、自分の動きじゃなくて、あ、やばいっていう気持ちが先行しちゃった。パンチで、パンチでいっちゃってました。そう、先行しちゃった。まあしょうがない。いや、乾杯だ。乾杯、乾杯。本当に、普通にただの乾杯で強かったね、やっぱり。よっしゃK1 ファンの皆様はじめまして、ライズファンの皆様はいつもおめでとうございます。なんかちょっと感情にできない喜びというか、まあ、対抗戦で勝ったのも嬉しいんですけど、なんせあの池田浩二選手っていうあの強い選手に勝ったことがすごい嬉しいです。今日は応援ありがとうございました。まあ、まだまだもっと上行くんで、これからもついてきてください。ありがとうございました。はい、今のファンクラブの安心自爆だけで。どれぐらいこう点数的には良かった？あー、でもそうですね、まあ、ちょっと良さげにつけて70点ぐらいで行こうかなと思います。あとは倒せなかったんですか？はい、まあ、あと一歩倒せれば、まあ、良かったかなとは思うんですけど、まあ、あれはあれで、まあ、池田選手と一つの作品じゃないですけど、そういう試合だと思ってるんで、僕は今回はこの結果でもいいかなと思います。今日は応援ありがとうございました。これからまたトップ戦線に戻って、強豪揃いどんどん倒して53キロのベルト取るので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。え、カルヤなんですね。はい、ビッグフロッカーなんで。ビッグフロッカーなんで。カエルなんで。あ、なるほど。じゃ飛び膝でください。飛び膝も出るし、ベロも出るし。あ、ベロ、ベロも出る。ベロも結構重要な試合ですよ。いえ、結構っていうか、もうガチですよ。ガチです。うん、続きました。まさひこザマッチライズルールで負けて、今回のでライズルールで勝てば僕のやってきたことの証明になるので、でも彼を終わらせようかな。ダン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 、はい、もうデコって聞こえたら引いてよ。もう簡単やから、簡単なことや。 OK、 ワンワンっていうのはもう無理なんで、ファイトスタイル的にもらうタイミングが悪いんだけど、倒れる時って志郎君とかもよく見てたしね、その瞬間バーン打ち抜かれたし、それは強いです。一番は冷静さ。試合は強いんで、うん、向こうも強いけど、でも上回れるような練習もしたし、うん、いけると思うし、はい、スナーゲームで、うん、自分信じて楽しんで、よし、何も背負わなくて思いっきり楽しんで。ライズ K1 対抗戦、バンタム級鈴木正彦 VS 金子明弘。2022年6月19日ザマッチ、金子にとっては鈴木正彦に敗れたことがある意味自らを奮い立たせる起爆剤となりました。あの敗戦から6連勝、キャリアでの黒星は2敗、一つはリベンジを果たした久村正史。さあ残すは1人、今回のテーマは死神。とにかくここで報復しないと気が済まない。求め続けたこの舞台です。ザマッチを制したのは鈴木正彦でした。しかし勝利したはずの鈴木の腰に今日この日ベルトはありません。去年12月3度目の防衛戦となった大崎浩二との一番でおよそ5年間保持していたベルトを挑戦者に奪われ、バンタム級絶対王者がその椅子から去ることになりました。
そこに舞い込んできた運命の一戦、僕も迎え撃つ以上相当な覚悟を持って臨む。元無用の爆撃ボーイが金子明弘を人生ゲームの振り出しに戻すのか。さあ格闘技ファンの皆さん、極上の時間を味わってください。やっぱまた対抗戦ですけど、一つ上がりましたね、緊張感が。またこの2人だけのストーリーがあるという中での一戦になります。僕今一瞬で見て判断できたんですけど、金子選手が、はい、あの久村選手と鈴木選手の戦いあったじゃないですか、はい、あの久村選手の戦い方をかなり意識してるなと思いますね。このジャブだったり、はい、相手の前出てくるタイミングでジャブついてケアしていくっていうのを、はい、多分相当研究して対策してますね。これ鈴木雅彦は原口健人が今度についています。リフク返していく、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 ザマッチの受けたファンの分で、2発目は僕の周りのスポンサーだったりの分で、3発目は俺の怒りの分で。右フックがこめかみのあたりを捉えました。まだ20秒なんで、ここ知りたいですね、鈴木選手は。ここは鈴木が行かない行かない、クロス、この打ち合いは少し鈴木としては危ないか。逆に金子がここで一気に食ってしまうのか。ちょっと厳しいか、金子、金子が今膝、鈴木がちょっと厳しそう。ここで大右当たる、落ち着け、まだ兄さん取れたやつ、アイス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 くらい、右もらうわ、こっち来たらもっと下向け、下向いて打て、分かった、結構効いたな、効いたですね。動きは悪くなさそうですけどね、だいぶ、まあ、右もらいましたけど、それ以外の展開は良かったです。ラウンド分点数が開いています。さあ第2ラウンドです。金子はあの2年前のザマッチの時も左のジャブがよく効いていました。攻めろ、自分から攻めろって。オッケー、頭引きながら行け。選手相当効いてるってわけで、ここ危ない、同じようなパンチ。金子選手結構ディフェンシブで、はい、あの鈴木選手のストレートを全部パーリングだったりとかブロックでケアしてるんですよね、なんでリズムに乗れてない状況ですね。鈴木選手はこのジャブで刺してきます。あのパーリングで全部ディフェンスされてるんですよ、距離外してパーリングされてってなってるんで。おい、あこれも左しっかりと、しっかりショート、また振っていく。金子のこのパンチだ。金子選手のこの接近戦での攻防うまいですね、ショートですよね、はい、やっぱ2戦目ってだけあってかなりお互い対策だったりとかって感じてきますし、まあ、金子選手はこの鈴木戦だけに今までやってきてるんで、はい、僕もこの試合にかける思いはすごかったんですけど、相手のこの試合にかける思いの方が強かったのかなと、まあ、対策はしてきてるだろうなっていうのと、やっぱ左に対しての対策はしてたなっていうのは思いました。いや、近い距離、鈴木のパンチが入り始めた。ここ攻めたい、ショートの距離です。ただまだ金子がこのようにジャブを刺してくる。左のボディに行くか、鈴木左に来る金子。ここは取れてないな。そうですね。オッケー、倒せるぞ。大丈夫、一発で逆転いける。倒すと思うのか、じゃあ大丈夫、しっかり握って、オッケー、ガッツで握れ、ガッツで握れ。
KO しかないですね。これは、まあ今の状況ですと、佐藤さん、はい、鈴木としてはとにかく倒しに行かなければいけない。そうですね、合わせる一発逆転だというような声が上がっています。いや、アッパーからナイス。やはりパンチのこの応酬になる。右ストレート、右のフックねじ伏せました。ショートのストレートでしたね。距離だ、右ストレート、フックも振っていく、倒しに行くか金子アキヒロ。鈴木もまだ、でもこの状況だからこそ合わせてきた。鈴木選手は前に出てくるのは金子。金子苦しいですね、ここ。さあここでどのような運命の分かれ道になるのか。金子も少しパンチの手数が減ってきたか。ガードを固めていく金子、右ストレート鈴木。もう一個行きたい、もう一個行きたい、もう一個行きたい。効いてるって、打てって、はい、そう、合わせろ合わせろ、下も下も。金子の若干動きが止まったか。右フックかぶせる、うまいですね、右の金子選手。ダマッチ以来の対戦、どんな結末になるのか。左ボディ金子もスパイク。最後なんか2人の間で会話が交わされました。できてたっす、ちゃんとできてたっす。だから言ったこと全部動けたし、左っつったらもう左上げてたし、アッパーっつったらアッパーバーン打ってたし、本来ならできんのちゃんとできてたんで。ただもう金子こんな強かったの、シンプルに。そうね、あそこ以外は全然良かったなと思う。シンプルじゃないですか、全然もらってないから、もうだからもらった2発で2回とも倒れたって感じ。それだけ、ほんまにっていう集中力がやっぱり向こうのがあったね。どんな時でも殴るっていう、やっぱ覚悟の違いというか。敗れて、そこからもうその自分の弱いところは見つめ直して、それは周りに人がいたくなかったことで、自分を信じて周りを信じてぶれないでやってきたからかなと思ってます。 K-1 が弱いと思われたのはもう僕の責任なんで、前に進めなかったんですけど、まあこれでやっとはまだ前に進んで、それでもこのずっと信じてくれた仲間を大事にするってことを忘れないで、やっていこうと思います。ありがとうございました。最後はすげえやっぱ根性あるっすよ。本音言うと倒したかったっす。
けど、まあ、ただしっかり明確に勝てたっていうのは一つ僕の人生にとっても大きいことかなと思ってます。はい、ありがったから今日の出来事だ。まあね、そうだね、ね、それを、まあ、結果で言うと結果で言うと、ね、まあ、あれは本当は良くないですけど、ね、俺のせいでやっぱ下げたんだけど、けどこれでなんとかチャラにチャラ気持ちが大事だよ、気持ち気持ちなんだよ気持ち、最後は気持ち。いやー、これからどうするんですか。はい、目標として。目標ですか。それを見ててください。だから、あ、なるほど、僕の道を進むんで。それを聞いてるんですか。これはもう見ててください。ああ、心を見てください。こっちやります。こっちこれ第一章完成です。はい、今日体育館はどうですか。いや、まあ、自分の中の聖地だからちょっと楽しみですね。いい思い出があります。いい思い出しかないです。はい、どうですか、横田さん、今日は。まあ、本人は過去一調子がいいって言ってるんで、はい、僕自身も楽しみですね。勇気らしさ全開でいけば、はい、全ラウンドフルで圧倒できると思うんで。相手の印象はどうですか。人獣って言われてるだけあって、やっぱりパワーはあるんですけどまあ僕とやってるんで、勇気は、はい、僕よりかはパワーはないと思うんで大丈夫です。全部ボロボロにして、で一番嫌な倒し方で倒すっていうのがテーマですね。はい、絶好調らしいですね。本当ですか。お前のパンチは当たればいくから、はい、うん、それしっかり、はい、そう、3ラウンドまで行ったら与座が勝つと思う、うん、でも中村カズのパンチを2ラウンド耐えられるから、あいつのパンチを2ラウンド耐えられたら与座の勝ちです、うん、と俺は思う、うん、ただ3ラウンド目のいつものこうなっているところをカンがどのぐらいこう補った練習をできているか、それによってまたちょっとね違うけど、与座勇気。入ってきました、 K-1 の大将与座勇気。6歳で極真空手を始め、19歳で世界ウェイト制で優勝。 K-1 では無傷の7連勝。現役の K-1 のチャンピオンでは最強の呼び声の高い与座勇気。A1 の看板を背負って今歴史のリングに乗り込みます。対抗戦、これほど向いている男は他にいないかもしれません。昨年から続く A1 との対抗戦、チャンピオンとして今日はこの5戦目大将戦を任されました。野生に放たれる普通の暴れっぷりに今夜は期待しましょう。ここふさわしいですね、大将戦。はい、共にチャンピオン同士です。ラウンド1試合がスタートしました。やはりこの中村としてはこう短い時間でというイメージがあるんですけど、どうでしょうか。そうですね、今回もそうで、トータル的な実力で言えば与座選手の方が上だと思うんですけど、はい、一瞬の爆発力は中村寛選手の方が上なんで、どれだけ自分の領域に引き込めるかですよね。与座選手をその気にさせて打ち合いに乱打戦に持ち込むかっていうのは一つポイントなのかなと思います。なるほど。狙わないよ、狙わないよ、敵狙わずでいいよ。硬くなんない、硬くなんない。やっぱプレッシャーかけてるのは与座選手ですね。じり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 、はい、あれ結構かけられると体力的にきついんですよ。あ、そうですか。はい、何にもしてなくても
呼吸ができなくなるんですよね、あのプレッシャーって。もうそれだけで消耗するわけですか。そうです、そうです。手にくいな、のしのしやね、捕まえにくい、うん、これ韓国しんどいな、これずっとしんどい。ユキ詰めて、詰めてから、詰めてから。ユキもう半歩詰めよう。一歩遠いよ、はい、ちょっと場所が遠い。最初は多分半歩じゃなくて一歩遠かった、はい、一歩遠で、徐々に半歩が遠くなってきて。でもまあ、あの中村選手しっかりボディ狙ってる感じです。パクピー、お互いボディ狙ってます。おー、はい、おもしが交錯する。中村相手を崩してパンチを食らって今勝負で第1ラウンドが終了。相手のパンチは、うん、でしょでしょ、蹴りはちょっと重いね、刺激量が重いか。印象というのはどうだったでしょうか。パンチ力だったりそういったものは想像を上回ることはなかったですけど、はい、器用さとか対応力っていうのは想像より上をいった印象でしたね、はい、普通に想像以下やったっすね。印象特に強いなとかは全くなかったです。想像よりは弱かったっすけど。来るよ来るよ来るよ、そうそうそう、スカも OK やからな、これも OK やから、うん、ほら、キレ OK やから、やりにくいんかな、ガード硬いな、やっぱり焦らせることです。ハンドスピード上がりましたね、選手は。はい、ボディーブロー、ここでやり合えば中村寛選手の強いんで、はい、そうそうそう、焦らせることですよ。すごい、ユキ足足来てるぞ、足来てるぞ、めっちゃ来てる、ユキ足も震えてんじゃん、前足ですか、はい、あ、左フック、かなりこの中村の左の攻撃をもらっています。左フックです、顔面から。あ、与崎来ましたね、今来ましたね、はい、中速で与崎キック、与崎キック練習でもやったんやけどね、奥にバーンと蹴っていって、そのタイミングでちょっと合わせかって、なかなか合わせれない。いいですよ、お互いあのカーフ狙ってるんですよね、あのカーフですね、はい、今餃子選手の中村の左です。このハイキック、さあこの距離、近い距離、さあ距離に返す餃子、餃子インロー、お互いインロー、蹴り合います。ヨガ選手のカーフもしかしたら効いてきたかもしれないですね。ちょっと前足上がってるから、はい、そうですか。腹も効いたぞ、ユウキ、ユウキ、詰めてみえ、詰めてみえ。第2ラウンドが終了。これどうやろ、やっぱルールによって詰めちゃうね、ルールでちゃう、蹴った足もキャッチされるし、詰めたら組まれるし、パンチ打ったらワンキャッチある最中、イーブン。いや、お互い結構しんどいのはしんどいと思うんですけど、まあ、韓国の方はちょっとしんどそうやから、ここやぞ、なあ、こっからどんねんから、根性見せろ、根性、根性、最後倒せばいい、取る取る取る、これは絶対取りに行く、腹でも取れるよ、腹でも。今回あれですよね、中村寛選手1ラウンドでもう倒しに行くっていうよりは3ラウンドトータルして考えてる戦い方してますよね。そうそう、意外でしたね。そう、意外、やっぱこういうやっぱ格闘技 IQ 高いんで、はい、こう見えてよく考えてますよ。蹴られたら蹴り返すとか、はい、うまいですよ、こういうのとか、はい、一発もらったら2本返すとか。そうですか、はい、距離が今縮まっています、近い距離、あ、膝、頭を下げたところ、膝がありました、ヨザ、おー、距離が今届きます、これはバナさんが来ました、リュウキ、リュウキ、詰めろ、詰めろ、腹効いてる、腹効いてる、ボディ効いてますね、あー、効かされてますか、はい、ヨザが出てくる、インド、あー、削れ、ここはやっぱ極真上がり強いですよね、ダウンです、ダウンです、ダウンを取られました、中村、中村のダ
これ宮城さん、はい、どのシーンですかね今。いや今こうバックスピンで、あの足を狙ったんですよ。はい、ノックアウト、ノックアウト、なんとなんと中村ノックアウト負けです。これちょっと映像をまた見返したいですね、出ますかね。東さん、ちょっと分かんなかったですね。僕の方からも分かんなかったです。この後ですね、インドのアップ、あ、入ってるように見えますね。もう角度変えていきます。入ってますね。直撃ではないけどかかってるんで、はい、どういった判断が下されますでしょうか。あ、レフリーが手を挙げました。与田の手を挙げました。与田祐希の勝ちです。申し訳ない、それは違う、申し訳ないです。それはちゃうんです。でも勝った方がなんかあれですね、勝った方もスキルセンスよね。中村間が頭を下げてリングを降ります。対抗戦結果を出すことはできませんでした。みんな分かってる、分かってる。ごめん、ほんまに申し訳ない。ちょっと左手、いい勝負した時点だ。僕自身は何も言い訳するつもりはなく、しょうがないなっていう現実を受け止めてるというか、めっちゃ悔しいですよ。結果は歯がゆいというか、いやほんまに大切かと思った。いやいやいや、申し訳ないです。絵も見してもらったし、いやしかも、いや勝ってたし、僕はもういい勝負した時点で情けないなと思ってるんで、一から頑張ります。この試合のプレゼンターは、これで金的だったら株式会社リーの代表取締役猪俣秀幸様です。はい、でもダメでした。一応写真では一番だったと思います。ちょっと後味悪い試合になっちゃって、すいません、審議してもらって、まあここまでの判定でもいいし、もう一回やってもいいと思うんで、強くなってもう一回帰ってきます。応援ありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いいたします。選手退場。判定にしてもらった方がいいんじゃない。一旦置いといて、ただ動きが悪かった。反省しかない。マジで今までで一番悪かった。なんでですか。最近の試合だな。だから動きが悪かったよ。まあ動き的にはね、20点ぐらい。20もいかないし。マジで。むずい。今日は、まあ、ダメだな。でもやっぱ強打があるから力んでっていうのはあると思う。動きが下がる。うん。武尊正明なら倒しきる。先輩たちだったらきっとこういう時にバシッと倒して決めるんだろうなって思うと、まだまだだなって思うし、まあ悔しいです。ちょっとすぐ試合したい。